NWA は1986年にアメリカのカリフォルニア州コンプトンで結成されたヒップホップグループである。名称はニガーズ・ウィズ・アティトゥーズの略。ストレート・アウト・コンプトンのロゴ西海岸ヒップホップでは伝説的グループと言われ、現在ではメンバーのそれぞれがラッパー、音楽プロデューサー、俳優、映画監督などで活躍している。 いくつものヒット曲を出し、人気を集めていたが、売上金の着服疑惑など、メンバー同士の確執が生まれ、1989年に主力メンバーのアイスキューブが離脱、1991年にはメインプロデューサーのドクター・ドレイが離脱し、解散に至った。後にドクター・ドレイは、シュグナイトと共にデスローレコーズを立ち上げ、代表ラッパーであるドクター・ドレイらは、 EGE を厳しく批判した。歌詞は過激で放送コードに抵触したものが多く、日本語版 CD では大役は元より原始も割愛されている。アメリカでは彼らの暴力的な歌詞を真に受けたものも多く現れ、社会問題にも発展した。中でも代表曲、ファックザポリスは FBI から警告が届いたほど過激な曲である。ファーストアルバム ストレートアウタ・コンプトンは、ローリング・ストーン氏の大規模なアンケートで選出された、オールタイム、ベストアルバム500において147位にランクイン。オールミュージックは本作に5つ星と、アルバムピックアップの最上評価を与えている。ありがとうございます。